やったー、ケケです。今日のコメントなんですけどね、質問です。菊池海人の好きな音楽グループを教えてください。フルネーム大変じゃない？ちなみに僕は YOASOBI が大好きですとのことでね、ありがとうございます。これね、俺あんま話したことなかったかなと思ってね、ちょっと決めてきました今回。ていうの僕いろんな曲聴くので、いやなんだろうなって、そう言われた時になかなかね答えがねてたんですけども、決めてきました。僕はですね、ラッドウィンプスさんが好きですということで、なんだかんだ思い返してみたところですね、 4,5 年ぐらい続けてずっと聴いててね、なんかアルバムとかも持ってるんで、唯一ぐらいで、ライブとかもね行こうとしてた時あったんだけどね、キャンセルになっちゃって、ちょうど行けずれて、その時は行けなかったんだけどって感じで、あ、クララのラッドさんも好きですよと。じゃあ今回もやっていこうと思うんですけどね、皆さんの好きな音楽もね、よかったら教えてください。今回やっていくのはこちらのアイゴレバルーンデッキ使ってやっていこうと思います。このデッキね、なかなかに化石イズデッキなんですけども、なんでね今の環境でこのデッキ使うかっていうと、意外とねそのバルーンの刺さりがいいというか、進化スケが強いとかそういうんではないんですけども、例えば今流行ってるロケ砲のデッキだとかは、まあ、ラバルとかにはなんか強いんですけど、そのバルーンだけってなると、意外とロケ砲ってね、バルーンにめっちゃ、まあなんならめっちゃ弱いね、バルーン弱点みたいなところあると思うんで、まあ、そういうところでまあ相性がいいデッキが流行ってるのが多いって感じかな。もちろんめっちゃきついデッキもあるから、そう、どんだけこのデッキが相性いいデッキを引けるかっていう感じかな。まああとロイジェイとかも文句入ってなきゃ勝てると思うんでね、まあ早速試してやっていこうと思います。現在2888189位からやっていきます。ちょ、そろそろ3000いきたいなというところで頑張っていきます。いけー、おー、す、来ました来ました。いきなりのライキ・ジョーンズさん、ゴッドの器ってなってる。ゴッドの器なのか、よろしく。さあ、とりあえずタルババ転がしていったいやーこれいいスタンプだよな、やっぱ備えてる俺も。ヒースピー、お、神器かな、神器っぽいっすね。ライキ・ジーンギってことかな。とりあえずスケルトンとマスケで、工場場処理していって、ヒースピーが入ってたんで、対空がなんだろうな、ゴースト、まあ、いろんな方があって、例えばロケ砲とマジアチャとか、アチャクイとマジアチャとか、そういうのがあるんですけども、まあ、今回は何なんだろうっていう感じでね、ちょっと見物していきます。剣ですねこれ。さあ一応マジアチャが出てきました、1枚ってことは、あと1枚がまあロケ砲かアチャクイだけど、今のところ対空ロケあれっぽいな、アチャクイっぽいな、なんかあのババのデッキっぽいっすよね。さあここはスケルトンプラス雪玉で処理していって、まあ序盤はとにかく耐えて耐えてって感じかな。まあここゴースト来ると思うんで、リガー合わせていって、まあさっき見たく言うのマジャチャがワンチャン来ると思うんで、しっかり来た場合は迅速な対応をしましょう。ああなるほど。さあここはイゴラ合わせていって、ワンチャン来ない、ワンちゃんは来ない。さあジアチャ後ろからも普通に大変だね。そう、ただ相手バルーンがもうめっちゃきついんで、まあ、マスケもきついと思うんですけど、そうだから俺はどんだけあの序盤のライキさんの攻めを耐えれるかって感じかな。なるほど。いやーマジアチャから抜いたの優秀だね。さあここはスケルトン出して、これバルーンチャンスっぽいな、バルーンチャンス。一旦行きましょう。一旦ね。一旦の息毒バルーンしていって。さあ、雪玉で弾いて。一発だけか？一発だけか。まあまあまあ、いい感じでしょう。で、クロークも使ったんで、ここは落ち着いて対応していきます。さあ、これで守っていって。これね、まあ、ボムター出したいところなんですけど、お、ボムター出そう。増えろ、増えるワカメ、来た来た、増えてる。いやそんな増えてないな。あ、しかもここあれなんですよ。そう、うわ囲まれてる。いや撃ち抜いた、あいつやばすぎでしょ。今回ちょっとボムター置けなかったんで、こんな変な位置に置いていって、まあ、あとは時間耐えていってGGって感じかな。まあ、あっちは折られきられないんで、追加ユーナだけ気をつけてあげてからの、あ、ヤナミやばいか。よし、OK、というところで。さあ、まあ、これは相性がいいですね。うん。こっちのバルーンが相手は止まんない、あれだったな、デッキだったね。さあ、どんどん行こう。いや、こんな感じでね、バルーンが刺さりがいい場面があるんで、そう。そういう相手に、めっぽう強い。これ、ヘルめっぽう強い。どんどん行こう。
さあ、来ました来ました、靴下よろしくお願いします。やってこう。とりあえず四隅の雪玉、やりゴブか。え、やりゴブ、あ、レミエリのデッキとかあったりだな。違う、やりゴブアイスピ、そのデッキはないですね。はい。おー、びっくりした。イエー、間に合ってる。オッケー。さあ、ここはマスケ割れるとか、え、なんかめっちゃ高回転なんだけど。アイスピ、え、やりゴブ、あれアイスピはさすがに入ってなかった。でででで、いやー、なんか変なデッキだね。いやですよね。アイスピも入ってるわ。で、ファイスピ、ちょっと待って、トルネとか見て。え、あ、マジちょっ、いやマジで、でも、あれ以外出すからなかったよな。うわー、でけえ、キング起動。マジでされたくないんだよな、このデッキでキング起動。悔しい。嬉しい、嬉しい。ちょっと待って、あ、オッケー。これ、爆破は入んない。ってことは、迫撃？でも、スピリット2枚入ってる。迫撃とかはないけどな、別に。ないデッキ使ってんじゃん。禁止カード使ってるみたいなこと？ダメでしょう。ディガー受けもあんまない。スケルトンはあったけど。あ、意外となんか、きつくなさそう、もしかして。ああ、そっちだけか。もう一発ですね。OK。爆撃のトルネロケットですね。めちゃめちゃきついっす。多分。うん、やばいと思うな。こっからね、俺削れないんだけど、相手、芋迫撃からので、無限ロケット削りできちゃうから。うわ、やば。そんな来る。あ、でも、ディガー削り強いから、悪くないかも。やりゴブ？はいはいはい。その後トルネか。オッケーオッケーオッケー。一旦ね。強化迫撃が強いから怖えな。まあ逆採血マスケとかもありかな。普通にね、迫撃の攻めもしんどいっていうね。いやー、これどうしよう、マジ。一旦バルーン。いやー、ちょっと待てよ。イメージできない。どうやって崩していくか。いや、いいよいいよいいよ。バルーンタケでいいから、ディガーで削れて。さあ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 。よいしょ。オッケー、キング起動。まあ、キング起動あんま意味ないけどね。マスケとか強くない？普通に。さっきからきつそうにしてるマスケ。あー、スケそっちか。いや、来た。オッケー。あー、でも、いい対応でね。あ、逆採血バルありだな。ここでするしかないでしょ。いやー、どうだ、マジで。まあ、やるしかないよね、一旦。いや、これマジで、どう、通るかな。あ、でもちょっと待って、ここチャンスかも。すげえチャンスかも。なんなら。はいはいはい。石碑が。いや、完璧。やばい。たまたまだけど。めっちゃたまたまだけど、今の。あるあるある。いや、めっちゃ勇気玉。やばい。やばいことしてる。いやいや、あるね。トルネ使ったらさ、これさ、変に集まんね。いや、ですよね、ですよね。うん。いや、もうバルーン間に合わないから。木玉で削ってって、いや間に合わねえか。うっ、もう一発。え、
思ってる。うわ、嘘だろう、やって一発じゃねえか。うわ、バルーン、なんなら最後のもったいなかったか、後悔点でも。いや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 、ダメ取るね、ロケット。いや、なんか高回転で回してディガー雪か雪玉飛ばせた方がワンチャンあったのかなと思いつつ、まあ取り返しに行きましょう、すべてを。いや、ゴブリン言うの、ゴブリンというのとブランド物が好きらしいですね。さあ、メガネとオールブレイカーだね。ここは一旦守ろっかな。うん、守ろう。マモロウくんです。サボロウくん懐かしいな。ボムタワー激突させちゃって、スケルトンの緊急動みたいなこともしちゃっていいのかなと思ったんですけど、ここは一旦、メガナイトの体力少ないんでね。おいしょ。スイキ玉太郎をして、まあ使いすぎではある正直。使いすぎではあるけど、まあ一旦はいいかなって感じですね。よいしょ。いや、全然いいよ、全然いいよ。なんか、こことかバルーンつけちゃったりして。キモすぎでしょ。さあ、ここは、あ、ここ許容。絶対、雪玉打たないといけないんで、こういうの。ドバーン飛ばして、2発入ってほしいな。そういうこと。一発だね。それは。これいけるかな？あー、一発入るか。まあ、しょうがね。しょうがね、しょうがね。許そう。で、ガゴか。いや、ガゴね、やだね。だいたいコウモリだから楽なんだけど、ガゴマスケとかだったら、そもそもバルーンが入りづらいっていうね、のはあります。そういう悩みがあるんだけど、まあ一旦、まあこっちのマスケも相当強いんでね。まああっちのマスケも強いけど。さあ来るか？来ない。一旦防衛からだね、こういう時は。こんな時は。はいはいはい。死に飛ばして、あいつはギガーで処理と。オッケー、完璧。ダマスケ後ろから行って、メガネそっち来るんだ。なんでだろう。まあ、いいか。一旦飛ばして、ロケ砲に。はいはいはい。ひだま、一発入んねえかな。オッケー、入るね。さあ、ここの防衛大事っすよ。ここはもう死ぬ気で守る。一旦後ろ下げるから、ロケいらない。で、ここも攻めたいと思わせといて、ここ攻めないっすね。多分、本気で守られたら、守られちゃうんで、ここ。しっかり耐えてあげて、さあ、マスケからの、オッケー、ディガータゲはありがてえな。よし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 。よし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 。で、アイゴレ回して、で、これもう一回アイゴレ回すんだよね。ガゴ突破するためにアイゴレの力が必要だからさ。だから、こうして、バルンちょっと低めから出しての、で、必要なのはロキフォー、そうだね。倒すためのディガーなんだよな。ここでガゴが来る。オッケー。さあ、ガゴ飛ばしてあげて、ナタルバーでしっかりロキフォーも処理と。うん、綺麗だね。さあ、ここは綺麗に勝つことができました。もう一枚のマスケとかの奥がロキフォーだったのがありがたかったかな。いや、取り返していって、ラス一戦いこうか。勝っていったまって、次の動画で3000いくわ。いきます。さあ、エアサーファー。来ました。豪華っすね、今日は。あ、ちょっと待って。よし、オッケー。いや、バルーン面白いね、やっぱ。使っててなんか、面白いっすね。マスケたくさんで出せるデッキって面白くない？タルババスケ。はいはいはい。奉仕だよね。まあでも、奉仕系のデッキには、めっぽう強いっす。これ、ヘルメッポです。さっき言ったっけ、これ。ここは、あー、でもラムジンギっぽいな。ラムジンギどうなんだろう。いや、普通にきつそうじゃない？ラムジンギって。どうだろうね。ちょっとやってみないとわかんないわ。さあ、陸出してくると思うけど、あー、しかも文句だしな。最近のラムジンギって。やばいね。まあでも、
勝てばいいか。逆サイだよね、基本的に。さあ、雪玉飛ばしていって、まあ、勝ち方としては、もうラム切らせた後のバルンディガーとか、もうなんかそういう、一発バチコリ決めに行くしかない。少しずつの削り合いだったら100勝てないと思う。んで、頑張るしかないっすよね。うわ。いや、ちょっと待って、それさ、やばい。スケルトンせっかく出したのに、追い出された。まあでもインドラ、だけど、ここは行かないな。ラム出してくんねえかな。オッケーオッケーオッケー。まあまあ、痛み分けですね、一旦。はいはいはい。とりあえず、ダルババ、こいつはディガーで守る。ってことは、ロケ砲インドラか、対空が。あー、なるほどね。インドラはまあ、ロケ砲にディガーってたいな。はいはい。付け出して、ちょっと行っちゃうか、一旦。あー、なんかと被りたかったけどね。そうそうそう。あー、ちょっと待って。いや、それやだな。これディガーで一旦キング起動していって、キング起動挟ませてもらってから、あいつは無視。え、ちょっと待って、え、釣られない、やばい、釣られない、え、ちょっと待って、あ、でもレイジだ、スペルレイジだった、見逃さない、あ、ファイボーも入ってる、あー、ちゃー、ちょ、マジで待って、なんでぼんやぼん。ああ、いや、インドラちょっと優勝するじゃないですか。うわー、いや、あれさ、もうちょっと違ったね。ごめんね。ごめんね。エアサーファーごめんね。エアサーファーに謝る、俺。さあ、まあ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 。まあこんな感じで結構その色のある環境って感じですね。バムタワーバルにとっては。勝てるデッキには勝てるし。勝てないデッキには勝てない。いやでもこれはね、どっちかっていうと、全然ワンチャンある側のデッキだとは思うんですけど、やっぱね、トルネとか入ってるデッキにはもうほぼ勝てないイメージはあるんで、そうそうそう。まぁ、ちょっと使って極めてみてね、僕よりバルーン上手い方たくさんいると思うんで、ぜひ試してみてくださいというところで動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バルーン、バルーン。